ケントとシュシュがタッグチームを組んだ経緯を聞かせてください。いや、やっぱり自分はシュシュしかいないので、今回のタッグトーナメントはシュシュと組んで、しっかり優勝を狙っていきたいと思い、シュシュを選びました。シュシュは今回のタッグトーナメントはどういうふうに考えてますか？僕と同じだそうです。あ、じゃあ優勝するために何か二人が考えている作戦などありますか？優勝したらグミを100個買ってもらいます。優勝するための作戦を聞いてるんですけど。すいません。丸め込みで大きい人が多いので丸め込んでうっかりのスリーを取ろうと思います。ケント選手は最近気になるのが、あの狙ってる作戦をすぐペラペラ喋って負けちゃってるっていうイメージがあるんですけど、大丈夫？ほらシュシュが CC って言ってますよ。いや、今のは嘘ですよ。嘘なんですね。嘘の作戦です。大丈夫です。例なんで。例なんで。わかりました、はい、じゃあ優勝目指して頑張ってください。頑張ります。ゆずきチーム、なぜこのチームを組むことになったんですか？私がバナちゃんを振ってサマスを指名させていただきました。それはなぜですか？はい、サマスはでかい、強い、もうパワフル。私はサマスナンバーワンパワフル、でかい、大きいで、私がナンバーツーパワフル、大きいだと思っているので、ナンバーワンとツーが組めばそりゃ優勝しますという考えです。単純ですか？いや、いいと思います。はい、シンプルに、もうそりゃ当然私たちが勝てるでしょう。はい。サマスはゆずきのことをどう思ってますか？ゆずき has got the power, I got the power too. We're facing little guys, that means we can throw them further. Got it? うん。英語わかる？わかんないけど多分いいこと言ってる。ピックアップ。お。スロー。え？誰？相手を。あ、相手を。はい。うんうんうん。バイバイ。はい。さよなら。なるほど。はい。じゃあ目指すは優勝ということで間違いないですか？もちろんです。優勝。ナンバーワン。ナンバーワン。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。うわ。ありがとうございます。心臓が鳴りました。
頑張ってください。ジェットコースター、ジェットコースター。誕生日なので今日はプレゼントを渡したいと思います。ハッピーバースデー、ジェイク。プレゼントフォーユー。ハッピーバースデー。For me? Yes. Didn't I tell you once? That birthday, bitch! I hate you! I hate you! Didn't I tell you once? Get the hell out of my locker room! 横山選手、ジェイク選手、タッグトーナメントについてインタビューお願いします。You know something? Kiku, I don't know why the hell you would sign up.To be Bonico's tag partner. You either must be very brave or very stupid. And Bonico, you already know that I hate you. What makes you think that I'm going to show you any mercy? Matter of fact, Yokoyama-san, tell him. Tag tournament はどうでもいいんだよ。じゃあ優勝目指して頑張るぞって二人で言ってください。優勝とかもどうでもいいんだよ。ホットシスを潰すことだけを考えてんだよ。もういいだろ。 You heard him! Get the hell out of here! Get out! キクさんとバナコが組みます。はい。二人が組んだ経緯を教えてください。私もツイッターでまた知らされたんですけど、しかもバナちゃんじゃない人のツイッターを見て、キクさんに決定したって言われて、何が決定したのかなって思ってて、よくよく見たらバナコが私を指名してくれたっていうので決まったらしいんですけど、あんだけねゆずきちゃんゆずきちゃんね好きって言ってるんだから、まあなんでゆずきちゃん指名しなかったのかなって、あなんか不思議に私は思ってるんですけど。あ、ちょっとせっかくなんで、はい、呼んでもいいですか？失礼します。今はい、キクバナコ組のタッグの結成の経緯を聞いてまして、はい、キクさんがちょっとなんか思うところがあるらしくて。そう、はい、バナちゃんはいつもなんかゆずきちゃんゆずきちゃんって好きアピールがすごいのに、はい、なんで私を指名なのかなって思ってて、はい、まあでもね指名されたからはまあ頑張ろうかなと思ってるんだけど、はい、ねどうしてかなって、なんかあの場にいなくて本当にツイッターだけなんか文字だけで知って、キクさんねツイッターで知ること多いですよね。多いで、そうですよね。まあでもバナちゃんはキクさんのことも大好きだと思いますし、はい、ねね、まあ、2番目の女みたいな感じだと思うんですけど2番目ってさ、はいはい、一応さ先輩でしょ。そうですね。2番目とか言われてちょっとなんかね2番目の女の方がいい女っていう感じがしませんか？そういう、うん、ね、いい女って感じがする、はい、いい女って感じがしますよ。色気があります、ね、苦労してる感じする、はい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 、ね、褒めてないですよ。褒めてる褒めてる苦労をおかけすると思うんですけど、いやいやいやなんか、まあね、そうやって言われると結構なんか燃えてくるような感じ。まあね決勝まで来るかわからないけど、決勝でね会ってて、はい、まあバナコを選ばなかった残念でしたっていう風に思わせるように、はい、頑張るので、はい、一番の女を目指すってことですか？一番の女、最終的には一番だったって思ってもらえるように、はいはい、はい、まあ決勝で、ね、一番の女、暫定一番、暫定一番の女なんですけど、すみません、ちょっとやっぱり勝ちたくてどうしても勝ちたくてちょっとね強くなったバナちゃんと戦えるようにちょっとキクさんにお任せしてしまったので、うん、私も決勝で絶対会えると思ってるので、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。思いっきりね、思いっきり、はい、お願いします。もうちょっとね膝をこう伸ばして、あとねこう腰を入れて、腰を、はい、何回でも行こう。お願いします。はい、はい、どうもっともっと、はい、どうもっと、はい、もう一個よりも鍛えてほしいんですけど、私ダブルでキクさんと一緒に
一緒の技でいる感じです。どんなのやる？映画で一回見てきたんですけど、うん、名前がわからないんですけど、二人で同時に技をあるよ、もうそういうのいっぱいあるよね。どうするの？最初に人を振るの？多分はい。人を振って、もうキクさんにお任せします。それがキクさんと何か菊花の技っていう、なんか二人でやる練習を。考えの私が、まあ、とりあえず切り替え、はい、はい、頑張ろう、お願いします、スタミナ、スタミナ、はい、お疲れ様、はい、はい、お疲れ様、はい、はい、田村様と、谷です。第1回ホットシュシュタッグトーナメントの優勝予想をしていきたいと思います。谷の予想です。まずこの4チームいて一番でかくて強そうなのがサマスユズキ、一番悪いのが横山ジェイクで、フレッシュなこうタッグチームって感じがするのがケンとシュシュで、キクバナコはなんだろうね、あの急増タッグみたいな感じがしちゃうんですけれども、予想を早速していきたいと思います。まず本命はやはりでかくて強いサマスユズキが本命と予想します。そして対抗にはケンとシュシュ、このタッグチームが勝ってくれればいいかなっていう願いも込めて、そして穴はズバリこのよくわからないって一瞬思わせてしまう菊花子が穴なんじゃないでしょうか。タニーの予想はこちらになります。私の本命は悔しいですけどちょっと横山ジェイクに来そうな気がするんですよ。あの時悔しいですけどね、当てに行きます。私当てに行っちゃうんですけども、対抗がここ行くかなと思って、やっぱり谷ちゃんと一緒かな。対抗大穴がこっち行きそうなんですけど、デカチームちょっとここあらなんじゃないかなって、私はそう、三角です。私はここを穴にします。私の予想です。